戦いは浅井軍の勝利に終わった。しかし織田信長を打ち果たすことはできなかった。京へ生還した信長は盟友徳川家康とともに浅井朝倉に宣戦、巧みな戦略で姉川での決戦に持ち込んだ。織田徳川軍の兵数は浅井朝倉軍に倍し、この圧倒的に不利な状況をお市は愛する長政のため覆さねばならなかった。私あの人と一緒に戦い続けるだけ。第3話姉川の戦い、あの藤の花を胸に。
討ち取りました。おお、やりまするな。まだだ、ひるまず進め。いざ尋常に勝負。打ち取りました。一の働きで鶴ヶ島も救われている。なんと大敵まで突破されたか。
いけるぞ。名のある武士とお見受けいたせ。敵将討ち取りました。位置の働きでそれがしも救われている。この勢いでいきます。なおなそのこの死さねばいえ。海にはすべて海がある。この方のため。